か、あるいは外国人プレーヤー、特にジャック・ハウェル、シェンマーク、まあ、了解国人はもう国やっぱ打てますしね。ですからまあ昨年よりはちょっと、重量打線になったということは、まあ評価してるんですが。2連覇を狙う長島ジャイアンツ、 FA で広沢、新加入のマック、ハウエル、主砲落合、復活をかける原、球界の4番に育て松井、4番打者、この名誉をかけた男の戦いが V2 への鍵を握る。2月1日、長島巨人の連覇に向けた1年がスタートした。オフの補強は12球団、1顔ぶれは確かにすごい。誰もが4番というチームの看板を背負って立てる選手がずらりと揃った。長年ジャイアンツの4番を務めてきた原、4番の座を捨てさらなる挑戦に挑む広沢、この2人は同じ1塁というポジションでしのぎを削っている。ここにやっぱり自分の色を持った選手がね、多く、それでなおかつそれはG 組だけでしょ、まだね。これで Y 組にもやっぱりそれに対して、切り込んでくる選手もいるでしょうしね。そういうことに関しては非常にレベルの高いチームが、打者が揃ったなっていうのはありますね。まずポジションを取る、もう野球選手は130試合出ないって出ないと、ダメだと思うんですね、はい。まあ、130試合出てなんぼっていう世界だと思いますんで、ね。やはりレギュラーを取らなくちゃいけないんで、そういう意味ではもう、今名前が挙がった、ね、選手はもう一流ですからね、そういう人に混じって、サバイバルゲームをしなくちゃいけないんでね、すごく大変なことは大変だと思いますけども、原のバッティングをじっと見つめる広沢、実践に任されるベテラン組の中でこの2人にははっきりと戦いという文字が浮かび上がってくる。長島監督が望むチーム内での競争意識、4番という座を一度は経験したことのある2人だけに、なおさら4番というポジションに対する熱い思いとこだわりははっきりと感じ取ることができる。これはね、打ちたくても打てる打順でもないし、打てなくても、まあ打ちたくないと言っても打たなきゃいけない打順でもあるしね。これはもう非常に難しいんでしょうけど、やはりその最高の、まあチームの最高のね、バッターがそこに座るということでしょうね。その周りに与える影響ってのはすごい強いと思うんですよね、そういう意味では攻撃の中心部であるというと同時に、チームの信頼 をこうずっと一つに、ま、集まるっていうか、一番責任のあるポジショニングだとは思いますけど。過去や実績にこだわってはいられない。4月7日の開幕まで戦いは続く。いよいよフリーエージェントで移籍の広沢選手が外野コンバートへ向け練習を行いました。バッティングについては首脳陣から高い評価を受けている広沢選手ですが、しかし守りの方では少し不安が。そこで今日外野手広沢誕生に向けアピール、肘へ負担のかかる今のフォームを矯正するため宮田ピッチングコーチから熱のこもった指導を受けました。広沢選手自身強肩外野手を目指し、宮田コーチの話を真剣に一言一言聞き入っていました。動きというのはもう一緒だから、ピッチャーも外野も内野も肩とか肘の動きというのはね、ラウンドしていかなきゃいけないから、そのラウンドがちょっとないんですよ。ほんでも野球生命の部分だから、今の状態だと早いよ。外野行ったら肘行っちゃうよ、すぐかちゃんと。さて広沢選手自身、今日の宮田塾の感想はと聞くと、自分からお願いしたんじゃないんでしょ、内緒。さて先週のこの時間、確か豊田さんがですね、今年の4番打者は松井がいいぞと提案されました、そうですね。そこでお送りしましょう、松井の4番打者企画をまずご覧いただきます。まあ、僕の、まあ、戦日構想の中で将来のやっぱり4番を打つ、それだけのね、自打ともに評価を出る、そういう力をつけるということがこの3年目の一番の大きな彼の課題じゃないでしょうかね。3年目ですし、まあ、今年ね、
結果ももちろんですけど、やっぱり内容で納得、させれるようなね、そういう僕自身のバッティングっていうものを見せていきたいと思います。2連覇を狙う長嶋ジャイアンツ、 FA で広沢、新加入のマック、ハウエル、主砲落合、復活にかける原、4番に育て松井、この4番打者をかけた戦いが V2 への鍵を握る。2月14日キャンプ中盤にしてようやく落合博満がバットを握った。94年ジャイアンツの4番という看板を守り抜き、チームを日本一に導いた男の姿には、新たな戦いを挑む者たちに無言のプレッシャーを与えている。あの技術っていうのはね、落合さんの技術っていうのはやっぱり球界でナンバーワンだと思いますからね。もう盗みたい点っていうのはいっぱいありますけどね。だから僕はまだまだ時間かかりますけど、落合さんに勝ってるとこっていうのはね、どうですかね、顔ぐらいですか。貫禄さえ感じさせるようになった松井だが、今年松井を取り巻く環境はさらに厳しくなった。マック、ハウエル、広沢の加入は4番松井の誕生への高いハードルとなる。また今年ね、何名か入ってこられましたし、まだまだ僕は準備段階っていうか、完成までまだね、時間がかかると思いますし、まあそういう意味ではね、4番どうのこうのっていう問題じゃないです、まだ僕はね。しかし長嶋監督には、運命のドラフト以来、松井を長嶋茂雄が作り上げてきた理想の4番に育てる使命があり、同じグラウンドに立つ松井自身もその思いを十分に感じ取っている。ジャイアンツの4番イコールやっぱりね、プロ野球界の4番バッターっていうか、そういう僕自身の、なんていうか、考え方っていうのはもちろんありますけど、でね、まあ今の監督がそうであったようにね、やっぱりファンからやっぱりね、ここでは、絶対打ってくれるだろうってね、ここで松井は絶対打ってくれるだろうっていうか、やっぱりそういう場面で必ず何か結果を出せるようなバッターっていうのがね、まあ、そういうバッターがやっぱり信頼されるんだって相手から一番嫌がられるバッターですからね、そういうバッターがやっぱり4番バッターだと思います。当然要求も酷かも分かりませんけどね、それはやっぱり自分の持って生まれたそういうことですからね、それだけファンの皆さんも期待してるわけだから、それだけの試練はやっぱり乗り切ってもらわないと困りますね。僕に4番打ってほしいっていうファンの方もね、少なからずいると思いますんで、うん、そのファンの期待を裏切らないようにもちろんしなくちゃいけないと思いますよ、そのために自分自身が何をしなくちゃいけないかということをね、自分自身しっかり考えて、まあ、実行できれば一番いい結果が出てくると思いますけど。